こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、北海道は、夕張市、廃線になった、JR の夕張駅ですね。なんかもっと古い時代にある、古い時代に使っていた夕張駅もあって、あと新夕張駅もあるんですけども、あるみたいなんですけども、これは JR の夕張駅跡、みたいです。昭和31年に駅が廃止されたっていうふうに書いてたんで、夕張支援実行委員会、夕張の鉄路にありがとう。で、これが駅舎を利用した喫茶店なんですかね。こんな感じでね、ホームはまだ残ってて、ただ工事の機械があるんで、徐々に撤去を進めているのかもしれません。ちょっとね、そしてカラスがめちゃくちゃ元気です。で、これがなんか温泉施設とホテルなんかもう営業してないみたいなんですけども、で、駅前のこの喫茶店とこのお食事処は営業してます。で、向こうにはセイコーマート、ちょうど今お昼時なんで、どこも結構混み合ってるみたいですね。今日はですね、2022年の7月の、12日火曜日ですね。時間は午後12時5分これは、なごみっていう、カフェ&スイーツなごみですかね。で、あっちにセイコーマートがあって、ここにはガススタがあります。そして、これがバリー屋台っていう、ここ駐車場。いっぱいになってる感じですね。こっちに行くと、なんか博物館、石炭博物館か炭鉱博物館か、なんかそういう博物館があるみたいです。夕張駅前っていう看板は今持てたままです。カレーそばが有名ですかね。ではですね、まあちょっとどこまで歩けるかわからないんですけども、まあ1キロほどね、ちょっと歩いていきたいと思うんですけど、ちょっとすいません、レンズを一回きれいに拭きます。はい、ここはビストロ、バリゲンっていうビストロなんですけど、今日は営業してないんですかね。ここに来る途中も何店舗かあったんですけど、夕張メロンの直売所がやっぱりありますね。変わらない夕張を元気。
これがホームの端ですね。スキー場だったんでしょうか。夏なので冬営業してるかどうかはちょっと分かんないんですけど、ホテルの後ろにはこうやってスキー場があります。夕張バス、いや本数はこんな感じなんですね。こっちは中央バス、日に10本ほどですかね。こっちも15本、そんな感じですかね。なんかやっぱりこの辺も、まあ、住んでおられる方もいますけど、空き家っぽいお家も あるんですけど、まあこの辺はどの町に行ってもこんな感じですかね。もともとこの辺も店舗だったんだと思いますけど、市民広場、夕張。まあなんかやっぱり来てみないとわからないことというか、まあ、あの皆さんここに来て撮影する、まあ、YouTuber の方とかはやっぱりどうしてもね、廃墟とかそういうのを中心に撮影してると思うんですけど、まあ編集しないでねこの動画流すんで、まあ、実際のところどんな感じかっていうのは皆さんに判断いただいたらいいかなと思うんですけど、これは市営住宅ですかね。
ちょっと近くまで行かないとわからないんですけど、まあ、やっぱり市が財政破綻とかするとすごくそこにフォーカスされて、いろいろね言われると思うんですけど、これぐらいの雰囲気の街は実際のところ日本中にありますんで、行政サービスがねかなりなんかコーストサービスが良くなくなったみたいな話はあるんでしょうけど、ここもあれですかね、市営かどうか分かりません、公営住宅なんでしょうね。ここはメロン屋さん3980円、1箱メロンの相場っていうのが分かんないんですけど、夕張メロン一玉6000円から9000円とかって お手頃価格なんでしょうかね。小学校とかってどうなるんでしょうかね、財政破綻すると。小学校とかってやっぱり私立夕張市立小学校とか多いと思うんですけど、なんかねその辺はこうあまり予算を減らさないで運営してもらえるといいんでしょうけども、夕張市自体はおそらくかなり広い地域にわたってこうあるんで、僕が歩けるところはこう町の一部だと思っていただけると、もう少し行くとね、なんか、まあ、商店街なのかどうかちょっと分かんないんですけど、店舗がいくつか並んでるところがこう集落みたいな感じであります。あ、これが廃止された鉄道ですね、ここを走ってたんですね。
まあ、踏切だったんでしょうね。JR 北海道はあまり裕福じゃない JR らしいんで、まあこうやっていろんなところが廃線になっていくのはしょうがないでしょうけど、なんかやっぱり新幹線が儲かるんでしょうね。わかんないですけど、今だいぶいろんなところで延長されていって、そこまで黒字じゃない新幹線とかも出てきているのかもしれないんですけど、ここもメロン直売所なんですね。そしてレストランもあって、メロン500円。ちょっと町から出るときに一切れ買って食べたいと思います。その辺の動画もちょっと順次公開していこうと思ってるんですけど、まだあの2週間ほど前に行った沖縄の旅行の様子も上げれてないんで、全然ちょっとまあこの動画を公開してからだいぶ先になるんですけど、その辺のね旅の様子も公開していきますんで、合わせてご覧いただけたらと思います。これでも鉄橋ですよね。僕なんか鉄橋が結構好きで、なぜ好きかは全然わかんないです。なんでなんでしょうね。なんか文明を感じるからでしょうかね。なんかこれは右と左で作られた年代が違うとかそういうことなんでしょうか。左右で後方というか土台の部分の作り方が違いますね。あっちはレンガばっかりなんですけど、こっちは角に石を使ってますね。見た感じは右の方が古そうです。詳しい人は分かるんじゃないかと思うんですけど、そして川のせせらなぎの音がいいですね。水はそんなに別に取り立てて綺麗って感じでもなさそうです。泥系がそこに沈んでるような気がするんですけど、
鉄橋ね。スタンドバイビーでも鉄橋が出てきて、そのシーンだけめちゃくちゃ鮮明に覚えてるんですけど、皆さんにもなんかそういうこうグッとくる何かっていうのがあったりするもんなんでしょうか。橋も結構小説の題材になったり映画も題材になったりとか結構しますよね。焦点だったみたいですね。じゃあもうちょっとだけ歩いて撮影を終えようと思います。なんか幸せの黄色いハンカチのロケに使われた場所とかそういうのを見たかったんですけど、それはちょっとなんかそれの記念館みたいなのがもう少しねこっち方面、札幌方面っていうんですかね、方角がねまだよく分かってないんですけど、そちら側にね何キロか行くとあるらしいんで、それは帰り寄ろうかなと思ってます。お寿司屋さんなんですけど、壁がレンガ、この辺の花は終わりかけなんですかね。なんていう花でしたっけこれ。お風呂屋さんだったんでしょうか。鹿の、いや、鹿の谷なのか。浴場って書いてますね。そしてこちらは鐘がついあるんで、お寺かなんかなんでしょうか。お寺ですね。信州なので、ちょうど新州ですよね。そしてここはレンタルビデオさんがあるっていう。今では DVD に変わってるんだと思いますけど、レンタル DVD 屋さんか。あ、でもまだ VHS 置いてますね。ダイハード3とか見える感じだと。物持ちのいい人とかまだ VHS とか使ってるんでしょうかね。
この辺りも多分これは看板建築と呼んで大丈夫なのかどうか分かんないんですけど、なんか多分店舗っぽい感じの、これ洋品店ですね。で、夕張メロンの直売店があったみたいですけど、今営業してないみたいですね。じゃあちょっとこの橋のところまで行って撮影を終えたいと思います。ではですね、この辺りで撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。北海道の街をですね、今9つ目、今回の旅、他のね、北海道の動画も合わせてご覧いただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいね押していただけると嬉しいです。ではありがとうございました。